議長、辻元議員。はい、それでは、再質問に入ります。まず1項目目の明石川の水質汚染の件です。総じてですね、まだわからないことが多いというところでありまして、これからも議論していくべきテーマかなというふうに思っております。で、京大の先生と県会議員の調査結果が公表されたことにより、そこに注目が集まっているというところでありますが、それ以前から2020年にも全国の調査結果が公表されて、で当時も明石の水道水は大丈夫かということでなりました。で、大丈夫やというところできっちりやっていただいて、これはもう市民の皆さんにも誤解なきようにお願いしたいというところで、改めてまた市の方でもですね、安全宣言をぜひしていただきたい、この前もしていただきましたけどもね、まだその明石川の水質と水道がこうどうなんやというところを混同されている方も結構いらっしゃいますから、その辺の情報発信というか見解をこう明確にしていくということは大事かなというふうに思います。で、明石ではこうやって注目されてますけれども、国の方でも先ほど その専門家会議なんかの議論がずっとありまして、今年の7月の日経新聞にも若干掲載されたんですけれども、これまでも実は環境省は地域を限定して血液検査をやっていたらしいというところで、詳細が不明なんですけれども、これを今後全国規模に広げていくというお考えをお持ちのようであります。これが新聞報道されたところでありましてね。で、ただどんな調査をどこでどれぐらいの規模でやるのか、兵庫県というのも書いてありましたから、兵庫県のどこかではやるんやろうと思うんですけれども、これが明石が対象なのかどうなのかというところもね、これよくわからへん話なので、先ほどの答弁の中でもですね、これから国の方にも要望を行っていくというようなお話もございましたんで、市長もですね、ぜひ国の方に要望に行かれた際には、そういったところの情報提供をですね、ぜひ求めていただきたいということと、知り得た情報はぜひ市民の皆さんにもお知らせいただきたい。で、その際にはぜひ分かりやすく誤解しないような内容で提供していただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。丸谷市長。はい、辻元議員からこの明石川の本当にこの課題についてご質問いただいておりますので、再度私の方から再質問にお答えさせていただきます。飲み水には問題がないということは、さっきのご質問でもお答えさせていただいております。明石川浄水所では活性炭を用いて国の水質の暫定目標をすべて下回っておりまして、飲み水として問題ない水道水で安全と言えますので、そこは本当に市民の皆さんにしっかりお伝えをさせていただきたいと思います。また神戸市とは担当部局同士でしっかり情報共有もさせていただいておりまして、神戸市さんの方も国に対して要望もされてますので、明石市としても国に対して早期の対応をしっかり要望していきたいと思いますし、また議員ご指摘の情報提供もしっかり求めながら、そのもらった情報をしっかり市民の皆さんに分かりやすくお示しさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。辻元議員。はい、私もしっかり情報発信をですね、議会の議論の中身なんかも市民の皆さんにしっかりと説明をしていって、またご意見いただいて、それを踏まえて今後の議論を深めていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。